はい、今回はね、まあ、前回やったんですけど、まあ、リンリンね、深海の道、こちらをね、まあ、無事クリアすることができて、で、それで、まあ、トレリア使って、まあ、第三進化のね、まあ、権利をゲットしたわけなんですけど、まあ、今回はね、まあ、第三進化することができたので、こちらをね、まあ、使ってみたいと思います。まあ、とりあえず、まあ、性能としては、まあ、一応ね、曲芸用一輪車を自由自在に乗り回すニャンコ、車輪数を削りコストダウンを実現、敵をまとめて攻撃できる、まあ、範囲攻撃ってことでね、まあ、範囲攻撃が、まあ、すごいね、でかいのかなっていう感じはします。まあね、とりあえず今回は、まあ、日本編第1章で、まあ、やっていきたいと思います。まあ理由としては、まあ第1章だとすごい簡単だし、一応まあ保険としてね、他にまあキャラクターはいるんですけど、基本一輪輪のみで、まあいけるかなっていう感じで、まあとりあえず、まあやっていきます。まあこれちょっと厳しかったら、まあちょっと他のキャラを出すんですけど、まあとりあえずはまあ輪輪を第一として、まあ出して攻撃っていうかまあ攻略していきたいと思います。じゃあ行きましょう。出陣。どうなんだろうね。生産スピードは、あ、でもそこそこ速い。いいね、いいね。まあ、どんな攻撃をするのかな、そこがすごい楽しみ。お、あ、そっか、飛ぶのね。攻撃するときにすげえな、トゲ出てくるよ。多分ね、リンリンだけでもね、いける気がするから、多分いける気がするから、とりあえずもう本当に、いいや、もうお財布のレベルもふざけて、あ、マックスまで上げちゃっていいかな。え、もう終わったよ。嘘。え、簡単すぎた。やっちゃった。マジで。嘘。マジかよ。いや、待って、ちょっと予想外。はい、ちょっと、第一章、カオル君がちょっと弱すぎたので、ちょっと第二章で、再び、ちょっと、じゃあやってみたいと思います。いや、ちょっと待って、びっくりした。強すぎや。あ、次はね、第二章から525円にね、なりましたね。いやー、さすがにね、あれで終わるのもね、ちょっとつまらなさすぎるね。ちょっと待って、リンリンってこんな強かった？やべえな、第三進化ってやっぱすごいね。いやー、偉大だわ。強いね。まあさすがにちょっとね、第三章まではね、ちょっと無理かなっていう感じはするんで、まあとりあえず、まあ第二章まで。まあここ多分ね、だいぶ長引くのかな。まあちょっとね、ニャンダムの、まあ、あ、でも、え？マジ？そんなもん？マジで？あ、でも結構お亡くなりになっちゃったな、これ。やべえ、レベルマックスになっちゃった。いいや。いや、でも強えな、リンリンって。すげえわ。やばいね。あ、もう終わった。マジか。うっそー、マジかー、マジで。いやー、いいね、リンリン。ちょっとこれから当分リンリンの力借りるな、これ絶対に。いやー、さすが第三進化。早くね、基本キャラも第三進化させたいよ。よし、どんな感じかな。いやー、強えな。はい、ってことでね、まあ、一輪輪ね、こちらをね、まあ、使ってみたんですけど、第一章だとね、もうちょっとすぐ終わっちゃったので、まあ、第二章までやってみたんですけど、第二章もね、まあ、すっごい楽々でクリアすることができました。で、ちょっと第三章になると、ちょっとね、まあ、尺的に伸びちゃうので、まあ、今回はね、まあ、こんな感じで、まあ、ちょっとね、使ってみたかったので、まあ、とりあえずやってみたんですけど、やっぱ強いね。第三進化はやっぱすごいわ。はい。ってな感じでね、とりあえず、まあ今後もね、まあリンリンを使って、まあいろんなね、まあステージとか、まあ攻略していきたいと思います。ってことでね、今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ってことで、バイバイ。